インターって魔法の箱みたいなわけでもなくて、パッて入れたら全員同じ人間になるってそうじゃないじゃないですか。漢字ドリルが1日で終わらない。なぜかというと、給食当番はっていうと、まず給食当番の意味がわからない、ね、こんなんつけてこんなんこんなんかみ、でも想像ができないんですよ。私取材をしに行くので、じゃあフードフェアがありますっていうと、全体を取るために階段登って校舎の上行くんですよ。そうするとスパイゾルゲみたいな人がこうなんか追ってるんですよ。命大丈夫ですか？ね、結構なことがあるんですよ。これまずあれですね、どう違うのかということで、その魅力ですね。アインターナショナルスクール出身の著名人もまとめたスライドがあるということで、このような面々が出てるということでございますね。まあ、実業家の方もいっぱいいますし、タレントさんすごいですね。今マイケル富岡さんも入ってたんですね。それはなんかその感じでね。まあでもこうやって活躍されて、しかも実業家もね、なんか芸能界だったら分かるような感じするんですよ、はいはい、自由なイメージっていうのがあるんで、ありますね、表現の仕方とか得意なんだろうなと思ったんですけど、実業家の方がいっぱい出てるということでございまして、まあちょっとその魅力をね、いろいろ聞いていこうということでございますけど、まず川崎さん、はい、実際通ってますもんね。はい、通ってますね。あります、魅力。うちの高校だったらその紙だったらぶん殴られてるよ、本当に。そうですね。田舎の学校だったらそれもやっぱもう全然よい。いや、みんな髪の毛全員染めてますね。はあ、ここぞって魅力ありますか？そうですね、やっぱりその成功する道が一つじゃないっていうところかなっていうふうに思ってて、成功する多分もっと噛み砕くと、例えばその私って数学すごく苦手なんですよ、はいはいはい、とか記憶して何かをパッて出すことがすごく苦手なんですね、はい、けれどもそのインターナショナルスクール、特に私の学校ではインターナショナルバカロレアっていうカリキュラムをしているんですけど、はあ、そのカリキュラムの中では、例えばプレゼンテーションが上手い子はプレゼンテーションで点が稼げるだったりだとか、はあ、歌が上手い子は歌で点が稼げるだったりだとか、そのなんて言うんだろう、いろんな多様なその成功の仕方があるので、いろんな子たちがいるっていうのは、まあ、さっきの履歴の同胞でも見れるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほど。日本の場合ね、国語算数理科社会じゃないですけど、いわゆる主要教科と言われているものの点数が低いと、はい、ちょっとなんかね、自分がダメ人間だったみたいな、なんかちょっとこう、吉村さん数学何点でしたっけ？数学だから高校入試で2点。はい、その時がちょっと自己肯定感削られませんでした？いやいや、削られるなと思いましたし友達とかも体育は5だけど、うん、もう数学はやばいとか。でももしかしたらいろいろなやり方があって、数学って言えば例えばこうね、暗記して出すっていう苦問式的なドリルじゃなくても、はい、問いの設定とかそういうことを考えるのが得意な人だと、もしかしたら違うものだったら得意とか。なるほど。そういういい風に言ってくれるってことですかね。そうですね、まあ、例えばその数学の中でもレポートを出して、まあ、自分の好きな数学の部分をまあ調査して、数学の部分、まあ、例えばそのゲームが好きな子だったらプログラミングって結構数学の要素が入ってたりするんですね。なんでプログラミングのことに対してのレポートをまとめて提出して、それが成績になるっていうこともできるので。さあ、中山さん、このインターナショナルの魅力というか。本当に川崎さんがおっしゃってた通りだと思います。非常に柔軟だと思います。いろんなことに、私長女はインターナショナルスクールと日本の学校と小学校に両方行ったんですけれども、はいはいはい、彼女が日本の小学校に行った時はあまりにもルールとわけのわからない規則が多すぎて、もう今から振り返る、もう今25歳ですけどね、あの時ほどストレスに思ったことはないって言ってました、ね、はい、もう日本の学校に変えるよって、まあ私が決めるわけですよね。で変えたんです。で、地元の公立の小学校に入るわけなんですけど、うん、もう吐いたりとかですね、精神的に小学生でなかなかないですよね、はい、っていうぐらいちょっとやっぱり日本の小学校っていうのが、まあ、まず怖いというイメージだったみたいなんですね、怖い、先生は絶対怖い、はい、今インターで楽しくきっとねやってたと思うんですけどね、それぐらい言ってましたね。僕の友人の子供今小学生なんですけど、インター行ってるんですよ、地域のクラブチームですね、サッカーの、はあ、そこ行くとまず整列ができなかったって、並ぶってなかったから、なるほど、だからああこういうことやるんだって、なんかキョロキョロしながら、なんかもうだから逆に言うとそこもそこでちょっと日本っぽいんで、ちょっとそこで逆に異文化交流みたいになってる。
並ぶことないんですよ。並ばないですよね、インターン。並ばないし。並ばないんです。私たちの場合ね、例えば小学校の時、じゃあ今から体育館に移動しますって言うと廊下に並べされませんでした？いやいや行きますよ。で例えば背の順で並んで、はい、背の順とか今日は名簿順とか、はい、こうやりましたよ、はいはい。まずその並んでみんなでどっか行くっていうことがないんですよ。はい、日本の小学校に行って並ばされてびっくりしたみたいな。いや並びますよ、まずバーって並んで行って、あれがまあ一番特徴的、まず並ばないインターはですね、下級生から入って、まあ、全く同じこと娘だから、やっぱ日本だと並ぶ訓練してるから、電車の時とかみんなこう何をやらなくても埼京線とかみんな綺麗に並べ、はい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 、あれ多分訓練してると無理ですよ。はー、うん、だからそこの良し悪しは、うん、それとしてそこの大きな違いがあるよということですね、はいはい。続いてのテーマは気をつけるインターナショナルスクールの落とし穴ということでございまして、さあまずこれは村田さんからいきましょうか。まあ、義務教育っていう問題があるんですけれども、日本人の方が行ってしまうと義務教育違反になってしまうという問題はどうしても出てくるんですね、はい。日本の文科省が定めたカリキュラムを終了したということですね。なるほどなるほど。大学を受けるときに、なるほど、高卒相当じゃないとダメなんですね。はいはいはい、はい、志願ができないパターンもありますよってことなんです、ね。そこが今一番注意していただきたい。ちょっとまあ正直言っちゃうと、インターナショナルスクールですって言いながら英語学校になってしまうなんちゃってインターもあるんですね。はー、その場合出口がないんです。インターに行ってその後に日本の学校行きたい場合は日本の大検取ったりしてる人もいますもんね。なるほど、ね、ちょっとそうなると手間がかかるというか、出間になったりする場合もあります。数学のレベルがどうのこうのっていうのは、あ、そうですね、数学のレベルが多分あるある話だと思うんですけど、その公立の方が高いって言われているじゃないですか。なんかインターナショナルイメージありますよ、天才集団みたいな。いや、その天才集団のクラスはあるんですよ。ほう、私の IB では4つのクラスに分かれていて、まあ、あの SLHL って言ってハイヤーレベルとスタンダードレベルに分かれていて、ハイヤーレベルの一番上の子はもうケンブリッジ大学に入るような天才とか秀才ばっかりなんですけど、多分そこから落ちていくとちょっと危ないっていうような感じで、そのまあ公立の子と比べたらまあ多分数学はできない方が多いんじゃないかな。公立の方が平均的に言ったら、いや、すごく賢いと思います。掛け算九九って覚えませんでした？覚えましたよ。であれって世界共通じゃないんですよ。日本人はなぜか九九は普通に覚えて、覚えるのが当たり前。当たり前でした。でその公立校でいくと、そこからもう小学校低学年で九九をそらんじてると、うん、そこから先は数学得意になるんですね。なので世界的に見るともう日本の公立校の数学ってピカイチなんですよ。普通の一般の、まあ、まあ、いわゆるこう、スーパーのレジ打ちみたいな人でも、まあ、暗算でパッてお釣りとか渡す、え、なんでみたいな感じはやっぱあるんですよ。ああ、そうなんですね、うん。どうして私が小学校を途中でやめさせたかっていうと、日本語力がやっぱ追いついていかなくなったんですよ。英語は抜群だけども、うん。ですよね。日本に住んでるんだから、私と日本語で喋るし、日本語なんか大丈夫と思ったんですよ。なるほど、普段の会話はこれだから。そうでしょ、はい。そしたら別に日本語喋れないわけじゃないから、絶対大丈夫と思ってたんですよ。違うの。ところが、やっぱり、ほとんどの時間英語で過ごすわけですよ、はあ。で、結局のところね、家庭の中での言葉ってそんな難しい話しないですよね。はあ、ましてや小学生、はあ、今日はどうだったの、あれどこ、はよご飯食べ、はよお風呂入り、な寝ちゃう。日本語はすっごい家で教えてたんですよ。漢字ドリルとかね、うん、同じような公立でやってるようなものを買ってきて教えたらいいぐらいに思ってたんですよ。ところが漢字ドリル、まあ20問ぐらいあるじゃないですか。じゃあ今日やるよって言って、土曜日とか日曜日とかに朝から日本語の授業をぶわー家でやるわけなんですよ。長男と長女一つ違いなんで。そうするとね、漢字ドリルが1日で終わらない。なぜかというと、給食当番はっていうと、まず給食当番の意味がわからない。そしたら給食当番っていうのはねって、順番にね、こんなもん本当に回るのがあって、自分の番が回ってくるなよって。で、今日は牛乳係とかおかず係、パン係でこんなんつけてこんなんかみ。でも想像ができないんですよ。経験がないから。なるほど。子供なんでね。はぁ。ほっかぁ。まあだけど、インターって魔法の箱みたいなわけでもなくて、パッて入れたらその素晴らしいさっきの方たちみたいな子が出るっていうわけでもないんですよ。公立、ね、でも一緒だと思ってて、その、パッて公立入れたから全員同じ人間になるってそうじゃないじゃないですか。公立に入って素敵な人になる人もいる、インターで素敵な人になる人もいるけれども、まあ、その、まあ、楽さっていうかどっちにもあるんじゃないかなっていうふうには思いますね、うん。さあ続いていきましょう、はい。インターナショナルスクールはスパイの巣窟
村田さんこれなんすかこれ。ごめんどこまで言っていいのか分かんないんですけど。いやもうだいぶ言ってますよはっきりと。インターナショナルスクールって外交官のお子さんとかいらっしゃるんですね。はい。で外交官でも武官っていう防衛系の方もいらっしゃれば、外交官だけれどもちょっとこう所属がわからない方とかいらっしゃるんですね。でなんでスパイの巣窟かってわかるかっていうと、私はあの取材をしに行くので、じゃあフードフェアがありますっていうと、あの全体を撮るために階段登って校舎の上行くんですよ。そうすると全部見えますよね。見えます。そこでスパイゾルゲみたいな人がこうブワーッと眺めてこうなんか追ってるんですよ。で私が上がってきた瞬間にサッと降りるんです。じゃあその人も屋上にいるわけですね。で何かを監視してるんですよ。なんかこうやって見てるけど、あ人の気配あるからってスーッとこう行くわけ。そうです。でそういうことが重なって、まあ何回もいろんな学校さん行くと職業的な目つきってあるじゃないですか、うん、こっち見ながらこっち見てる人って、こっちが見えてる人っているじゃないですか。こう話してるけどもこっちに意識があってこういうことをしてるんだろうな、はい、みたいな。それで外交官が集まる場所、親御さんとお子さんがフードフェアで出ると、じゃあ何かこう何か屋台を作って出すイベントなんですけど、並んで作る時にお父さんお母さんと情報を最近どうって話しません？話します。世間話からスパイはそこはやっぱりどういう国がどう動くかっていうのを世間話から拾うんですね。村田さん命大丈夫ですか？あのね、結構なことあ。ごめんなさい。でこれあのロシア大使館ってありますよ。で、もすごい、いよいよ大丈夫ですか。いよいよ、はいはい、俺はまだ死にたくないから話しててください。